そうだ、まあ、罪悪コーヒー飲んでください。いただきます。さっきもやったくだりやけどね、実はそうです、うまいっすね。うまいね、うまいっす。もうだいぶ冷たくなったけどね。ああ、うん、あの温度が下がって味も変わっていくんよ、うん、何回も何回も。っていうね、まあ、よかったザイオンコーヒー皆さんよろしくお願いします。お願いします。ユニレコスターで売ってるんで、いきなり CM 入れるみたいなまあチャンピオンなんで、はい、うん、チャンピオンがうまいって言ったコーヒーやけどね。よし、じゃあチャンピオンありがとうございました。あ、ありがとうございます。コーヒーの宣伝みたいな。冗談冗談じゃん。ヤマン、ユニレク TV ヤマン、今日はね、あのスペシャルゲストに、昨日、行われた山口県の、UMB 山口予選、2021のね、新チャンピオンとなったダディマムをお迎えしてお送りしたと思います。おめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、おめでとうございました。ありがとうございます。優勝の芸、ありがとうございます。いや、もうナイス優勝だったね、うん、いや、それ昨日ね、行われたんですけど UMB2021 がね、はい、俺司会やったよね。みんなこう戦うじゃんの中で、こういろんな思いがある人もいるけど、いろんなね、町から来てる勢もいるじゃん。で、32人のうちから1人しか勝ち上がれない、で結構ハードコアな状況よ。俺が知ってるやつ全員やばかったから、もう誰が言ってもおかしくないって状態を勝ち抜いたのを、こうずっと俺こう司会としてこう 見るじゃん。いろんな人が来て、こうダディママが来て勝っていくみたいな、結構その見え方もなんかいろいろあって、うん、ちょっと今日は2、3ねなんか一夜明けっていうことで、兄さんちょっと質問も兼ねてやっていこうかなみたいな。お願いします。よろしくお願いします。そうね、まあプロフィールとかね、まあ適当にあれやし、はい、インスタもあるんで、後でまた気になったらね、インスタのアカウント、ダディマムシェフ、あ、ダディマムシェフ1986、長いです、長いですダディマムシェフ1986ね、はい、オッケーオッケー。で、どんな気分、とりあえず今なんかこう24時間経ってないわけじゃん、まだ。どんな気分なんか、わーっと勝ってってさ、めちゃくちゃ嬉しいですね。そうやろね、はあ、なんかバトルの前も緊張して寝れなかったんですけど、帰ってからもなんかこう高ぶって寝れないみたいないや、ずっと寝れない、ずっと寝れないいや、そうと思うよ。いや、めっちゃわかるだってもうめっちゃ嬉しいやろ。めちゃくちゃ嬉しいです。いやー、もうほんとこれがいいところなんよね、このイベントの。UMB めっちゃおもろいやんね。はい。おめでとうございます、ほんと。めっちゃ嬉しいわ。去年2019か。2019です。シンとね、決勝やって、はい、俺です、後ろでさ、ずっと応援しようって。で、シンと、あれと、ヒーボーじゃん。その3人が打ったとき、めっちゃこうなんか、俺の中でもう、やっぱ泣きそうやったもんね。本当に幼馴染みたいな感じですもんね、うん、ずっとね。どんぐらいだってもう17からなんでね、一緒にやるよって、うん、ウィーライ同い年でね。はい、ウィーライクあいつから高校時代から知ってるの。だって高校時代から知ってますね。高校生の頃からね。はい、シンは同じ高校で、うん、同級生で、うん、ヒーボーはなんか通学路が一緒みたいなね、いつも一緒だもんね。はい、それで3人でさ、イベントやるよってさ、そのミライク、あ、何十回目？ミライクはあのシンとヒーボー、あ、シンとヒーボー、はい、二人です。70回。それもなんかあるやん。シンとヒーボーのイベント。はい。その僕はなんかレギュラーで出させてもらいよみたいな。あ、結構甘えてる。そういうのがあるやん。そういうのがあるよね。あの二人が結構頑張ってるんですけど。チャンピオン。いや、おもろい。めっちゃおもろいやろ。でもいい感じですね、はい、ラップをするっていうね、はい、ただなんかこうラップを刻むやつみたいな、そういうイメージだね、昔から。何にも考えやみたいな。でもね、高ぶって寝れない状態ってさ、なんか向こうに行ってなんかしてやろうとかさ、はい、もう東京に行くわけじゃん、はい、で賞金ももらったし、なんかこうなんかその賞金のことも聞きたいの後で、はい、
なんか賞金でなきゃいけん肉買ってきたっていう話を聞いて肉食い出したらしいイベント中にその話とかちょっと気になるけどね意味わからんやろ賞金でさ普通なんか酒とか飲むんだね肉買ってきて肉食い出すよイベント終わった後ですねあ終わった後終わった後ですなんかめっちゃうまい腹減ったみたいになったんですけど、うん、どこも空いてなくて、うん、もうトライアル行って肉買うしかないみたいな、うん、状況で、うん、肉買いに行って、うん、ちょっとあのロックわかりますかロクロレジオに、うんうんうん、調理してもらって食べました僕もなんかやっぱテキーラ飲みすぎて、うん、食べれなかったんですけどあそうなんだ食べたこの食べる気で自分とロックと、うん、ヒーボーとか行ったんですけど、うん、いざこう食べようと思ったら食べれなくて、うん、ちょっとそれもなんか思い出かなと。なるほど。行くかって食べれんかと思って。もうまあいいよね。それもねなんかこうやっとチャンピオンになったのに。でめっちゃ飲みよったもんだって。めちゃくちゃ飲みました。ねすげえ。なんかまあいろんな思いがあったと思うよ。だって結構毎回出よったもんねUMB。そう。まあまあでもそうでも一時出ないあんまり出んか。UMB 自体は多分3回目であそうやろうねなんか俺もよく考えたらイメージなかったかも、うん、そうだしねなんかだいぶ昔の岩国で、うん、昔はそのなんか、中国地区予選広島予選の準予選みたいなのがあって、うん、その準予選でベスト2まで行った人が広島予選に出れてそこで優勝したら広島代表で出れるみたいなめっちゃ遠いやんはい、あでその広島予選にの準予選が岩国にあって出ました1回、うんうんうん、それはそれも決勝シーンと当たって、うん、負けて、うん、そこからまあバトルはあんまり出ずに2019年の UMB が久しぶりの UMB で、うん、それでまた決勝シーンと当たって、うん、負けて、うんうんうん、でちょっと2021年ちょっとリベンジしてみるかみたいな感じで出たんですけど、うんうん、やっちゃった優勝しました俺は3回しか出てないぞと3回で調理したぞとそうチャンピオンになる目的とかって何かあったりする目的ですかうんもしチャンピオンになったら機材とかをちょっといいのに録音家でしてるんでその機材とかをちょっといいのにしたりとかなんかみんなでイベント開いたりとかもしたりする、まあ、なんかちょっとだけやっぱ奥さんにも渡してあとは音楽に使いたいみたいなとこあるっすかね、うん最高やね、うん、いやもうめっちゃいいやん賞金をねゲットしてってことやろああそうですねもし優勝して、ねうん、いやもうとにかく賞金狙いやもんねプロモーションだろどんどんどんって言われていや賞金狙いでやって違うよっていやいやそういやプロモーションもあるっすねプロモーションもある、はいうん、プロモーションってかやっぱプロモーションの方が、まあ、でも優勝したらいやでも賞金狙ってた方がいいやろプロモーションなんか別にもいいやろってた一発目が、あの、ヒッピーみたいな子じゃんはい、すみまるくんすみまるくん、はい、あの子マジでかっこよかったよねで、2回戦目か2回戦目はあの、ラッチってやつやったんやけど、はい、どうやったそのラッチほんと、お前都合のいいやつやねお前結構いいよったよベジローの戦い結構思うことがあったと思うけどどうだった本気でもっとチャンピオンと新チャンピオン、うん、チャンピオンからチャンピオンまた入れたくなるタトゥー道端で人のタトゥー